なんと世界初の自動巻き。結構ねおもちゃみたいなのいっぱいあるのよ。野村さんも実は持ってるんですよね。これぞアンティークの醍醐味みたいな。Hello YouTube, this is Chris from Fire Kids. ファイヤーキッズの野村です。よろしくお願いします。野村さん、今日は激レアな一本紹介していきます。はい。いつもだとロレックス、セイコー、オメガ取り上げてますけれど、今回はハーウッド。いいね。こちらです。ハーウッドハーフローター、モデル名はハーウッドなんですね。そうです、はい、ハーウッド最高。いいね。じゃあちょっとハーウッドについて話していきましょう。まずこちらは1920年代製ハーウッドハーフローターですね。中身がそうです。海外だとバンパーね。そうです ね。ハーフローターバンパーの仕組み簡単にご説明ください。全回転ローターって今一般的なね360度回っちゃうやつじゃなく、250度ぐらいかな、行ったり来たりしてる感じのね、はい、そうですね、半回転巻き上げですよね。そんな感じです。バンパーオートマティック実はこのバンパーオートマティックは、うん、なんと世界初の自動巻き。そうね。では野村さん、このハーウッドについて説明お願いします。勉強してきたんでしょ。いや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 、軽いリサーチはしてきましたねしてんじゃん、はい、どの時計もしてますよ。さすが。俺だけそのまんま来てんの。そうかもしれないですねそうだね私はやっぱりいろいろ初だったりいろんな発見を求めたい人なので、うん、軽く調べてどん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 深くなっていきますよね。そうね。面白いんで本当に。確かにね。じゃあちょっといいですか。どうぞ。このハーウッドの軽い歴史をご紹介いたします、うん、ジョン・ハーウッドっていうイギリスの時計製造家、なんて言うんでしょうね、発明家に近いんじゃない、時計発明家がいまして、うんうん、彼は1923年にこのハーフローター世界初の自動巻きを発明しました。本当？本当です。1924年に特許を取ったんですね、この方、はい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 、この当時1922年にフォルティスっていう時計メーカーがありまして、うん、そこの何さんでしたっけ、ボクトさんですかね。わかんない。その方と手を組んで4年ぐらい制作したんですよ、ハーウッドのハーフローター。で1926年のバゼルフェアでドーンと発表したんですよね。なるほどなるほど。ハーウッドっていうモデルで発表して、うんうん、特徴がリューズがない。いいね。いいですよね、うん、もうほんとリューズなんていらない、巻き上げ最高、巻き上げ最高っていう世の中に発表しました、うん、これ実際1万4000個しか製造されなかったらしいです。それ今私が手の中にある、うん、この状態やばいですね。これもしてる。そうなんです。野村さんも実は持ってるんですよね買います。これ買った方がいいよ本当、はい、歴史的なものだよね、うん、そうですね。でもね結構誤解あると思うんだよね。どんな誤解ですか。多分自動巻きと呼ばれるものは結構ね乱立してたと思うの。いろんな変なものがねあるもん。調べていく中で、うん、私もうすうすそれは気づいていたんですが今言っちゃうんですね厳密に言うとロレックスが世界初って一回歌ったんだけど、こっちの方が先だよって話になったってことだよね。そういうことですね。だからロレックスが認めた世界初のね、はい、そうですね、うん、ロレックスだと30年代自動巻き出てきてますが、うん、バンパーではないですよね。そうだね、全回転。なので厳密に言うとバンパーも一応手の振りを動力として使っているので、うんうん、そこはまあ自動巻きのコンセプトではありますもんね、うん、結構ねいろんなもん扱ったけど、手首の動きで巻き上げるやつとか結構ねおもちゃみたいなのいっぱいあるのよ。それもフォルティス社の1931年代の。よく調べたね。アスリートじゃない、何でしたっけ。変な時いっぱいあったんだよねその時代に、ね、あれ見てみたいです。まだ見たことないので。そうちょっとぜひ見てみたいですね。気にあったかな。あるかもしれない。売れなかったもんだって売ろうと思って仕入れたんだけど、あまりの出来の悪さに売れなかった多分。
けどやっぱり古いですけれど、うん、今の時計とは全く違う楽しみ方というか、当時は楽しみではなくて、うん、本当にいいものを作っていこうっていうことだったと思うんですけれど、今見ると笑っちゃうよね。そうですね。そんな楽しい時計欲しいですよ、やっぱり。あ、本当？はい。皆さんも多分欲しいと思いますけどね。これはでも本当にね、よくできてるよ。これ素晴らしいですね、うん、一つ素晴らしい点としてはリューズがないので、皆さん分かりますか、どうやって時刻調整をしますでしょう。以前 YouTube で説明したから。しましたね、うん、こちらはベゼルをこうやって左右に回転することによってで時刻を調整できます。調整し終えた時は、うん、若干反対方向にこれぐらい回してあげると赤色のドットに変わるので、うん、そこがニュートラルポジションと言われているポジションですね。なので使用していく中で赤色になっているかを確認して日々お過ごしいただくっていう感じですね、うん、そんな感じ。本当に実用的な自動巻きはこれが世界初だと思います。実際自分で使って巻き上がるしね。時刻調整も面白くて簡単ですよね、うん、正直ね、これカーベルトはちょっとおかしくない？皆さんカーベルトはちょっとおかしいですよね、うん、ちょっといまいちだね。あ、そういう意味で、うん、あのラグじゃなくて、ラグじゃなくて、あ、カーベルトもうちょっとおしゃれなのにしたいな、うん、けどこれはこれでミリタリー風が出てて、うん、いいんじゃないですかね。古着好きの方であれば、ちょっとグッと、うん、味が出るタイプのカーですよね。私はちょっとこういうカーベルトスタイルではないですね、まあ、なんとなくこれでもね、アラビア数字も入ってるし、こういうタイプのカーでもいいはいいとは思うんですけど、うん、もうちょっと薄手の上品なやつつけたいね。いいですね、スウェードとか、うん、スウェードじゃない。スウェードじゃない。スウェードじゃない。野村さん、スウェードベルトに対して何かありますか？ない。ない。スウェード最高。そうなの？最高です。いや、まあいいや。これからの季節なんてもう最高ですよ。嫌いなわけじゃないけど、はい、そう言われるとなんか否定したくなるね。ひねくれものだからですね。そう、その通り。野村さん最高です。もうアンティーク業界にいる人なんて、はい、どっか曲がってる人しかいないんだから。私曲がってますか？ちょっと。そうかもしれないですね、うん、いやでもね、これね、俺のよりグレード高いのよ。そういうグレードとかってあるんですか？そうそう、俺のはクロームメッキのやつだから、はい、確かに銀むくですね。裏蓋の裏に925刻印がありますし、しっかり SA の刻印も入ってますし、うん、バッチリですよねこれは、うん、俺のよりね全然グレード高いな。しっかりした作りだよね。しっかりしてますよね、うん、買い替えたい。今がチャンス。確かに形上ポケットウォッチっぽいですもんね、うん、ラグとかバネ防止式ではないので、うん、レザーベルトちょっとまあカスタムとか市販のものだとやっぱりつけられなかったりしますよね、うんうん、でもすごく作りはいい。しっかりとしたケース。文字盤もこれは何ですか、うん、なんかインボスみたいな業者じゃないですよね。業者っていう彫りではないよね。ではないですね、うん、アニマリスティックというかグレーン、グレーン、グレーンな感じもありますよね。なかなか面白い仕上がりだよね。これおしゃれですよ。おしゃれですね。これのはタペストリー。これもいいですね。やっぱこれもいいですね、はい、なんかやっぱりグレード上な感じするよね。けど野村さんのその針、これ好きですよ、うん、スコルピエン。いいね。かっこいいですこれ。ありがとう。この針もけどいいですよね。いいね。ギリシャじゃないけどローマのこう、これはもうブレゲじゃないですか。ブレゲ針ですかね、うん、素敵。これ素敵ですよ、うん、本当に。青焼き針、これはいいな、欲しいな。これいいですよ。しかも周りがレールウェイになってて、うん、私ピアノの鍵盤って言ってますけど、この黒が入ったら20年代ってことはもうすぐ100年だからね。すごいですよね、うん、20年代って言うけど、本当1920年代って言わないと誤解を生むよね。そうですよね、うん、今となったらもう20年代、ああ2020年、うん、っていうようなピリオドですもんね。そう、1900ってつけないとちょっとね。これいいですよ。これね、またね、銀むくってさ、味がね出てくるよね。
のケースの質感、ね、より出てきますよね、うん、本当綺麗な状態じゃないですかこれ、うん、もっとこう丸く丸く磨かれちゃってるのが結構あるよね。ありますよね、うん、ベゼルはねシャキッとしてるもんね。してますよ。このコインエッジですかね、うん、ここも本当全部チャ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 ッと立っててすごいですよね、うん、しかもあの日本に今ありますけど、うん、確実に日本で出されている時計じゃないじゃないですか、うん、もちろんもちろん。なのでいつか当時なのか30年後なのか60年後なのか、うん、日本にこう渡ってきたってことですもんね。そういうこと。日本でいうと昭和初期か。そうですね、うん、昭和初期、うん、昭和一桁だ。すごいすごいですよ。そんな凄さが詰まって39万8千円、うん、安く感じませんか。安くはない。でも本当ね今ね、はい、ちょっとしたメーカーが銀無垢のケースで時計作ったらそんな安いわけないもん。そうですね、うん、日本だと四季がはっきりしてて、うんうん、湿気とか湿度が高かったりするじゃないですか、うん、なのでちょっと普通以上に大切に使っていった方がいい一本ですよね、うん、そうですね、はい、ただこれ変な話裏蓋ない仕様みたいな感じになってるので、うん、比較的ちょっと浮き上がるような感じにしてるので、はい、こういう風に裏側当てしとくと比較的安心かな。そうですね、うん、ケースもピシッとしてるしね。それこそこれじゃないベルトを付け替えようっていう時に台座も一緒にちょっとコンビネーションでデザインするといいかもしれないですね。そうですね、小さめの時計なのでそれ付けてボリュームアップしても全然気にならない感じですね。いやー最高。間違いなく俺のより密閉度高いしさ、なんかちょっと羨ましいな。この星マークって何ですか。これ手書きですかね。なんか手書き感ありますよね。さすがに手書きではないと思うんだけどな。そうですか、うん、これはちゃんとスタンプでしょ、うんうん、このクラフティーな感じがもう最高ですね、うん、かっこいいね。いい時計だと思うよ。100年越して初めてアンティークみたいなね人もいるから、うん、いよいよ持っとけばアンティークになる。いや最高ですね。ここでじゃあちょっといいですか。フォルティスの3分くらいで全部。いらないじゃない。フォルティスいらないですかね。だってフォルティスの時計一本もないし。一本もないけど、いやいいんですよ。オメガ以上にチャレンジというか。いいです。フォルティス入った時に熱く語ります。オーケー。いらない。じゃあフォルティス頑張って仕入れるよね。お願いします。いやけどこれ最高なんですね。フォルティシモとかマネージャー。そうそう、このスイスのクロノメーター協会パスしてアウォードもらって。お前いいですいいです、終わり終わり。じゃあ来年な、はい、来年来年。野村さんちょっとハーウッドとか、うん、この素晴らしさ、うん、あとは、まあ、ハーウッドと関わってきた、まあ、フォルティスとかの話をしちゃうと、うんうん、永遠にちょっと喋ってられそうなので。本当閉店後やってるからね。ちょっとやめましょう。ここでもう帰れなくなっちゃう、はい、なのでハーウッドについて最後にちょっとラストワードください。本当ね、これぞアンティークの醍醐味みたいな、うん、本当生産数量が少なくて人が絶対的に持ってなくてみたいな、うん、そういう時計ですよね。そういう時計です、うん、本当アンティークの魅力そのものみたいな。はい、これはもうちょっと話すと長くなっちゃうんで、いやどうか。 Thank you for watching. Please like, comment, subscribe. See you next time. ありがとうございました。